弁済。はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、弁済についての基本的な意味について解説します。もう基本的なことなので、もうある程度ね、宅建の勉強されている方はもう言わずしても分かることだと思います。ただ、まあ、これからね、勉強を始めていくだったりとか、まだ勉強を始めて間もないんですっていう方は、ぜひですね、弁済についての正しい理解を、していっていただければと思います。まず弁済ってどういった意味なのかなんですけれども、弁済っていうのは債務を履行して債権を消滅させる行為です。債務を履行して債権を消滅させる行為、この中に債務債権っていう言葉と、あと履行っていう言葉が含まれてきています。意外とここもね、ちゃんと理解していない方がいるので、これまず解説します。まず債務っていうのは何かっていうと、何かをしなければいけない義務です。何かをしなければいけない義務。例えば、あなたが私からお金を借りたのであれば、あなたは私にお金を返さないといけない義務がありますよね。これ債務です。つまりあなたは借りたお金を返す義務がある。これ貸金債務って言うんですけども、債務を持ってるわけですね。債務、何かをしなければいけない義務。一方債権、何々を請求できる権利です。今ね、私がお金を貸したわけですよね。ってことは、私はあなたに対して返してって請求できる権利があるわけです。なので、私は、債権を持っています。貸したお金を返してもらえる債権、つまり貸金債権を持っている状況なんですね。で、この履行する、債務を履行するって書いてありますね。これは義務を果たすということです。今の事例で言うと、あなたは貸金債務があります。つまり私に対してお金を返す義務があって、その義務を果たす、つまり借りたお金を返すっていう行為が債務を履行するという意味なんですね。で、今回この債務を履行するっていうのは、私から、私に対してお金を返すわけですよね。返すことによってどうなるかっていうと、私の債権が消滅するんですよね。借りたお金を私は返してもらえさえすれば、もう私はあなたにお金を返してっていう権利がなくなるわけですよ。つまり債権がなくなっちゃうわけですね。あなたが弁済をする、あなたが債務を履行することによって、私はもう債権、いわゆる請求できる権利がなくなっちゃうわけです。だから今の、お金の貸し借りで言うと、あなたがお金を返すこと、これが弁済に当たるわけなんですね。で、今の事例で言うとこの話です。 A さんが私、 B さんがあなた、あなたが、私から100万円を借りた状況ですね。私は債権、貸金債権を持って、あなたは貸金の債務がありますよ。この債務を履行する、つまりあなたが100万円を返すことによって債権が消滅しますよ。貸金、私のね、貸金債権が消滅するよという、これ事例ですね。実はもう一つ事例が、あります。売り主 A さん、買い主 B さんとしましょう。で、 A さんが土地を B さんに対して売りましたと、こう売るわけですね。土地を売るということは、A さんはこの土地を引き渡さないといけない義務が発生していきます。つまり引き渡し債務、何々しなければいけない義務のことを債務って言いますね。売買契約をしたんだから、この土地を引き渡す義務があるわけです、ね、引き渡し債務ですね。一方、これに対して B さんは引き渡ししてくださいって請求できますよね。請求できる権利がある。つまりA さんに引き渡し債務があるのであれば、 B さんは引き渡し債権があるわけですよね。これが対になっています。で、一方 B さんは A さんに代金を支払う義務があるわけです。つまり代金債務というものを負ってますよと。で、これと対になるのが、売り主 A さんは代金債権を持っている。つまり A さん、 B さんに対して、このね、土地の代金払ってくださいよっていう請求できる権利を持ってるわけですよね。で、じゃあ B さんが弁済するっていうのは何なのかっていうと、代金を支払うこと。この代金債務を履行して、つまり代金、お金を払わないといけない義務を果たして、この債権を消滅させる。これが B さんの弁済ですね。じゃあ A さんが弁済するって何なのかっていうと、
土地を引き渡すということです。この引き渡す債務、これを履行して、引き渡すということをちゃんとね、約束を果たして、この引き渡し債権を消滅させる行為。つまり今回のね、売買契約で言うと、A さんも B さんも共に債務を負っているわけなんで、A さんは A さんで弁済することも、弁済しなければいけないものがあるし、これですね、引き渡し債務。一方、B さんは B さんで弁済しなければいけないものが、代金債務ですね。っていう話です。これはもう弁済の基本的なことですね。ちゃんと、弁済についてどんなものかっていうのをちゃんと頭で理解しておかないと、問題文読んだ時にまず問題文が理解できないし、解説読んでも解説理解できないってことになりますんで、ちゃんと弁済というものはこういうもんなんだっていうものをね、頭に入れておきましょう。で、これが弁済についての基本的な内容になります。もちろんね、細かい、弁済についても学ばなければいけない内容はたくさんあるんですけども、まずはこの内容、頭に入れておきましょう。効率的な勉強して、短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ。レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ右上のボタン、もしくは下の概要欄から詳細をご覧ください。また、チャンネル登録や毎日3問、過去問をわかりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて、次の試験で絶対宅建合格しましょう。